独立行政法人国立病院機構三重病院は三重県津市大里久保田町にある独立行政法人国立病院機構が運営する総合病院である旧国立療養所三重病院総合生育医療機関として子供から高齢者までの医療を提供し特に三重県内唯一の小児救急医療拠点病院として 周辺地域の小児救急医療を24時間体制で担っている。三重県保健医療計画では、三重大学医学部附属病院、国立病院機構三重中央医療センターとともに、三重子ども病院群として連携し、専門性の高い小児医療及び障害治療を提供するとされており、三重病院は救急をはじめとする小児の急性疾患に加え、 小児慢性疾患医療を重点的に担当している。小児病棟60床、重症心身障害自社病棟が50床設置されており、さらに2017年には同様の医療型障害児、入所施設として、病院南側に、県立層の実リハビリテーションセンター及び、県立小児診療センターアスナロ学園を統合移転した。 三重県子ども心身発達医療センターが設置される予定である。近隣の三重県立緑ヶ丘特別支援学校を含む連携により、三重県の障害を持った子どもに対する発達支援の拠点として総合的な療育支援体制が構築される。ありがとうございます。